もいたのか。僕たちのクラスメートの姉さんがモデルの杉沢レミさん、彼女の誕生パーティーにラン君たちと招待されたんだよ。見ればわかる。そこから出た者はいないと証言している。つまりこの殺人現場は被害者が出たのです。